はい、カパージェルクロカッパ炎上です。じゃあ今度はね、国連による最新の先進国ランキングっていうのが発表されまして、日本はなんかどうやら19位という結果に終わったみたいなんですよね。ちょっと見ていきましょうか。国連開発計画、UNDP っていうのかな、が発表した最新のね、人間開発指数 HDI っていうのがあるんですけども、まあ、そのランキングが話題を集めていたと。国民一人当たりの所得、教育水準、平均余命で算出されて、国民生活の豊かさを表す重要な指標の一つになっている。まあそういうね、先進国ランキングっていうのが発表されましたと。さあ、某国の方からなんかこう耳障りのあまりよろしくないグギギギみたいな音が聞こえてきたのは気のせいですかね。ちょっと見ていきましょうか。この国旗の人はどこの人なのかな。ポーランドの人かな。最新の HDI ランキング出たぞと。ほう。で、次の人が、フィンランドの人。ノルウェーで辛い人生なんてありえないよね。で、お、母国の人、早速来た。スロベニアなんかより下とか、やだ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 。ああ、相変わらず上から目線で、ね、他国を他人を差別して。で、また別な、お、母国の人、連発だ、連投だ、スロベニアにはどんな秘密があるんだろうな、わら、とかね。で、次の人が、これはどこの人だろう。フィリピンの人かな。政治的には100年前から西側諸国だからじゃないかとか。で、スペインの人も失敗国家として知られるスペインがこんなに高いとか、この世界はどんだけひどいんだろうか。で、アメリカの人、フランスはスペインに抜かれたのか。で、フランスの人、フランスは 0.9 未満まで落ちてしまった。で、また某国の人、フランスでは一体何が起きてるんだ。で、このロシアの人、移民が足引っ張ってるんでしょう。で、ポーランドの人、香港が一番印象的だな、あんなに荒れてたのに。で、インドの人、違う、これは、アイルランドの人かな？いや、違うな、アイルランドの人、いや、アイルランドの人かな？どうして HDI の構成要素に犯罪率入っていないの？で、次が、オランダの人かな？アメリカコビクズで作られた指標だから、ちゃんと犯罪率考慮したら、アメリカはブラジル並みに落ちるだろうね。で、次、ブラジルの人。ブラジルはいつものように途上国のままだな。特に何も変わらないよ。で、オーストラリアの人。オーストラリアはアイスランドと HDI 同じなんだ。これクロアチアの人かな。クロアチアは EU マネーのおかげで肥え太ってるぜ。で、これどこの人かな。ベネズエラがたった5年で69位から113位まで落ちている。で、次の人が、中国が飛ぶ鳥を落とす勢いだ、中国の世紀になる覚悟をしておけ。で、今度は英国の人、地域別に見ればイングランド南部はノルウェー級だ、ウェールズとかが足引っ張ってる。で、インドの人、ワンランク上がってるなら悪くない。で、次が香港の人か。香港は4位なんだ。イスラエルの人が、イスラエルはまだ素晴らしい部類だ、フランスやスペインのおかげで相対的に北欧レベルになった。で、これはトルコの人かな。トルコ、カザフスタン、ベラルーシに負けるブルガリア、とりあえずん、これはブルガリアの人か。ちょっとわからんな。だそうですね。ちょっと某国の順位がね、実はこれ23位ですよね。まあ気が気じゃなかったんでしょうけど、多分明日あたり、これはもう一個のチャンネルの方でお伝えするような記事が飛んでくると思いますんで、こういうのやっぱりね、あの人たち大好きですからね。だって彼らはね、後進国特権を未だに受け続けながらですよね。だからそのね、先進国のふりしてみたり、ね、後進国の、なんだろうな、要はその後進国ポジション、ね、被害者ポジションとよく似てますよね。なんだろうな、だからほら、特権があるじゃないですか。なんかこうね、おまけしてもらったりとか、そういうやつ、を受けながらっていう意味ね。
まあ、ただね、個人的にはその特に今年、ね、コロナ以降、ね、コロナ禍においてのそのね、欧米、特にアメリカですよね。マジでね、本当に先進国ですかってもう疑っちゃいますよね。今も未だにそうですからね。うん。ね、そのコロナ禍もそう、ね、この BLM のあの一連の騒動もそう。で、大統領選挙からして、こんなありさまじゃないですか。うん。っていうのをいろいろ考えると、そもそもこのランキング自体が怪しいっすよね。信用も信頼性も何もないじゃないですか。納得感ゼロですよね、はっきり言って。ああ、そうなんだ、みたいな。うん、だってそもそも国連自体がさ、もうどうですかね、うん、信じてる人なんてほぼほぼいないんじゃないですか。これはもう日本に限らずだと思いますけど。っていうかね、日本国民はそもそもこういう類のことってね、誰一人気にもしてないと思いますよ。うん。母国の人だけじゃないですか。僕はまあたまたまこういうね、チャンネルをやらせていただいてるから、まあちょっとね、こういう記事が飛んでくると取り上げてるっていうだけで。ね、いや、あの人たちはもう、マジでね、一人一人、ね、ほぼ全員がね、日本よりも上なのか下なのか、日本よりも前進んでるのか、ね、後ろにいるのか、いや、本当に気にしてますからね。うん。まあどうせなんだろうな、例えば、うん、男女平等指数とかね、うん、よくわかんない、なんかそういう権利とかそういうのを絡んだ、なんかそういうのがこうデータとして入ってるね、そういうのを加味したなんかそういうランキングかなんかじゃないですかね。うん、ぶっちゃけなんだろうな、あんまり深く考えられてるように見えないんですよね、正直ね。うん、国連自体がさっきも言いました通り当てにならないっていうのもありますし、あと小さい国が、人口が少ないところが有利なランキングの、そんな風にも見えますしね。うん、だって29、30位ぐらいまで見てって、その数字だけ見てってもこの人口1億超えてるところってアメリカと日本だけなんですよ。うん、他の、先進国、6位にドイツでしょ、イギリスが13位、カナダが16位、アメリカが17、で日本が19で、フランスが26、イタリア、29、今言ったのがほら G7 じゃないですか。うん、なんですかね、この人間開発指数このネーミングからしてちょっと差別的じゃないですか。国連の方からこういうね、あのランキングが発表されてるっていうのがね、うん、なんだろうね、この発表されたところで、しかもこの合ってんのか間違ってんのかもよくわかんないしあ、そうなんだ、別にいいんじゃないとしか思えないですかね。いまいち基準もね、あやふやというか、うん、まあ正直なんだ国連かとね。で、今日これ取り上げたのは、興味深いのはその某国ね、これが入ってる時点でね、っていうランキングになっちゃうのは、いつものパターンなのかな、これね。うん。まあ、だから、こう、また、こういうランキングってね、もう本当決まったパターンがありまして、なんか北欧のね、うん、マスターベーションランキング化してますよね。うん。なんですかね、どういう人がランキング作ったのか。実際疑わしいランキングに仕上がっちゃってますよね。うん。で、まあ、香港がね、上位、4位でしたっけ？うん。まあ、基準がよくわかんないですよね。うん。まあ、なんだろう、国連って、例えば日本のこうメディアで言うと、ね、新聞で言ったら朝日みたいな、その程度の信用度、そういうイメージ、そういう扱いで大体 OK ですよね。うん。そっか、先進国以下の順位だったわけですね、某国はね。うん。なんだろうな、まあ欧米のね、保守層なんかがね、日本をこう羨ましがってたりするんで、まあでも別に、まあ、日本国民としては日本がね、こういうところでね、何位になろうがあんま興味ないですかね。だって、じゃあ例えばね、ざっくりこの日本より上にランキングされているこの18カ国ありますよね。うん、ぶっちゃけどこにもね、住みたいなんて思わないです。お、なんだ日本よりもね、住み心地良さそうな国が18カ国もあるのか、すげえな、いいなーなんて、ただのこれっぽっちも思わないですね。ランキング関係なく僕は日本でね、日本で生まれ育ったことを誇りに思ってますし、うん、いろいろなんだかんだ問題課題がね、いろいろあったとしても、うん、最終的に日本で、死ぬことができれば本当に満足なんで、うん、移民とかね、移住とかね、うん、迎え入れるのも言語道断ですし、じゃあ自分がなんて考えたこともないんで。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。